あ、こんにちは。こんにちは。遊んでます。はい。で、はい、ちょっと、人のチャンネルだからふざけて。で、ポケモン、ギチギチなんですけど、これ。ポケモンカードの、この、新しいやつを、優勝しちゃったんで、手に入れたんですよ。一番優勝しちゃダメなチームが優勝しちゃったんで。3ボックス手に入れて、まあ、ちょっとせっかくなんで、ね、たまたま、まあ、麻雀やろうって遊んだんですよ。集合したけど、まあ、1ボックスずつぐらいあげようかなと。これマジで羨ましいよ。え、これ何ってか。え、これがその世界に3つしかないデッキケースだよ。え、あ、これがそうなの、うん、これ、想定300万。まあ、価値で言うと無限です。あんまお金価値で言うと無限。あんまお金の価値しないです。思わなるから。今後生きていくのが。価値で言うと無限。これなんだ。はい。じゃあ、どっちからだけですか。あ、ちなみにハサミ探したけどなかったから、ベリベリスタイルで。ベリベリスタイルで。古代。じゃあ答えて。だってか、僕のなんですけど、なんか、めっちゃ開けようとして。はい。ハサミないなぁ。いけるいける、大丈夫。あ、いける、うん、パワー系で。パワー系でいける。まあ、ゴミもそこら辺置いといてね。はい。いいの。いいっすよ、開けて。あ、ちょっとじゃあ開けますか。ちょっといい、ね、勝手に開けていいっすよ、おのおの。開けていい。あ、はい、勝手に開けます。自由スタイル。あ、なんか注目カード出たら。あ、オッケーオッケー。挙手制でいく。あと欲しいやつだったら。あ、なんかどのいつあげようかな。なんかシティリーグ出るらしいんで、このこれが出たちょっと後ぐらいに。そうだね。一応出るらしい、ね。もし欲しいカードあれば。欲しいカードか。大地の器とか欲しいね。大地の器欲しい。適当にめくってるけど、マジ何が注目カードなのかわからん。千里。開封動画史上多分最も反応が薄いあれになってる。あ、グソクムシャ出たよ。アマージュ EX だ。あ、おめでとうございます。ほんま飾るよりではあります。何グソクムシャよりちょいワンチャンあるぐらい、うん、ちょっと待って、古代ってさ何が出たらいいんですか。そもそも大地の器は、うん、まあ、あとこいつ、あ、これちょっといい。デボリューション、あ、ちょっといい。ちょっといい。ちょっといい理由は、結構いい。ちょっといい理由は、結構いい理由は、ちょっといい理由、何、ちょっといい理由、強い環境で使われる可能性ある。いや、旦那ちゃん読めよ。こいつも使います。こいつはなんかブーストエナジーカプセルね。こいつは結局一緒。何 X？ あ、第一の器出たっすよ。あ、いいじゃん。じゃあ、もう当たり終わりです。え、終わり。あとはなんか光ってるやつが出るだけ。ほどろく月出たらモコウさんにあげないといけない。使ってましたね。当日一緒に出て、コドロク付きデッキ使ってたじゃないですか。うん、あれ、一枚も自分のカードないですよ。まあまあそうだよね。そうそうそう、全部前だから、他の人が用意してくれて、うん、当日持ってってデッキ貸したんですけど、うん、このデッキええなっつって、一枚も返さずに持って帰りました。持って帰ったのやばくて。あ、診断のカードだけ返してたけど、あ、それはね、その診断以外のカード。ポケストップとかそこで、ね、エクステージ受給じゃん。これええなっつって持って帰ってた。これも使いますね。こいつええな、このデッキええなっつって。カリモンドール、それなんでもないカードですね。そう、ちなみにバンディさんが用意してくれてたんですけど、うん、全部持って帰れました。バンディさん知りそう。高先生が50枚ぐらい。あ、え、これいいんちゃう。え、これいいんちゃう。あ、いいじゃん。あ、もうなんもないっす。いや、もう一個ある、もう一個ある。もうなんもない。もう一個入ってるかもしれない。メロコの SR いいじゃん。これでメロコって絶対人気。これでもうクリアです。あ、クリア、これもうクリア。緊張すぎて見るとき適当に開けた。まだ1年 SAR もある、そいつは確か。へぇー、多分これかなり当たりですよ、多分。イラスト普通に、ね、かなり当たり、かなり当たり。俺もわかんないけど、大体、はい、なんか女性キャラのね、トレーナーズレアのもっと決定。あ、ちなみにまあまあ強いです。ああ、テキストもまあまあ強い。縁で当てるはこれ何、うん、EX か。なんだろうな、これ。え、それ月ですよ。あ、違った。あ、グレーンアルマ。違った。グレーンアルマ、これ何点？弱くはない。あ、お、はい、出たじゃん。ゴール。ああ。水着物。ゴールです。あげる本だったな。はい。大地の器また出た。いいね、2枚出るの。うん。トドロクツキはね。あ、もう、夢も希望もない一泊です。てか、俺配信見てないけど、トドロクツキ活躍してた。あ、いや、これ強かったですよ。うん、結構映ってたよね。配信使ってる人多かったから。配信では活躍してないから。まあ、丸くんとかも使ってたし。そうそう、両方ほぼ、向こうさん使ってたし。モコウさんの最後の配信は何にも活躍はしてなかったですけど、一生ひついまいまいが暴れたもんだから、ね、あ、そっちのプロモーションになっちゃった、うん、ってことでいいやつ当たりました。ありがとうございました。あ、もう一度さん。あ、ちなみに俺ちょっとこっちの方にマジで欲しいカードあるんですよ。1枚2枚欲しいカードがあるの。ノーマル出してください。いや、そうしてください。まあ、まあ、1枚出ます。2枚、多分2枚です。え、何、ちなみに検討ついてないの。俺何も検討ついてない。多分あって、だって1枚しかない。多分あって、
何？いや多分合ってんだよな、うん、この自信は、うん。うんちです。うんち。うんち。うんち。え待って、うんちは分からん。うんちってない。え、うんちじゃないの？何？うんちって。カウンターキャッチャーですよ。あ、違うわ。違った。あ、だとしたら違う。いやいや、ライバルリーはね、そういうあの、ね、実用性で決めてないから。ああ、だとしたら外れっすね。マジで欲しいカードが1枚だけあるっす。あ、でもカウンターキャッチャー欲しい言われたら。まあまあまあ。え、開けていい？あ、いいっす。あ、じゃあます。はい、鉄の無人。まあでもこれだなって思ったらちょっと申告するわ。うん、申告して、うん、あ、かわいいなポリゴン2。あ、一カネズミ EX 出ちゃった。ちなみに一カネズミではない。え、テクノ。一カネズミではない。テクノはテクノテクノ。テクノはまあ、うん、これからに期待。まあ使わんこともないがね。なんすか、これかわいいね、鉄の包みの。あ、ちなみにあのこれだ。これだから一番欲しかった。これかなって思った。え、これ、これです。僕が一番欲しかったから。あ、早かったですね。出ちゃった。え、でもこれ強いよな。え、でもレアリティ高いやつで出してくれたから。いいじゃん、アートリアではいいじゃん。そう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 、うん、俺今現物で持ってるデッキがガブリアス EX のデッキしかなくて。ああ、まあなんかタイで持ってくるカードなくて、うん、これ入れようと思ったから。ああ、そうそうそう、ニーズポケモン持ってこい。採用理由、カイ、はい、暇。カイ暇だから。カイで持ってくる、暇だから。お、ガンタキャッチャー出た。あ、もういい、もういいや。あ、もういいな。あれ、こっちトレーナーズ何がいいか。ガンタキャッチャーぐらいぐらい。この枠、この枠、この枠の人なんどれ。メロコ枠のリップですね。あ、リップだね、はい、そう。あ、クエスパトラね、はい、リップとあと、まあ、オーリマ博士も一応、まあオーリも、あ、フトゥー博士。あ、こっちはフトゥーか、そうかそうか。これはモンキートリオ。なんだっけ、あー、なんか一緒の効果持ってるやつか。まあ、3匹いると、エネルギー1枚で使えるみたいな。てか、2台の方使ってる人、オールスターバトルいた？トリッピーさんだけ使ってたの。俺が見てないけどな。トリッピーさんが鉄の。トリッピーさん鉄の部品使ってましたけど。ハバネルのアトリア初めて見たわ。へぇー。建設現場にいる。欲しいっすか？めっちゃ欲しい。撮影してくれてる人はあのハガネイル。ハガネイルファンじゃん。お、キルタリス EX ですね。はい。まだ SR とか出てない。まだ SR 出てないですね。バグターボ。ババ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 バ。こういう楽しい。へえ。これルリアで出せるのも面白いです。面白いだけです。アッセンブルスター。はい。面白いだけ。面白いだけ。あ、だからワンチャンポリゴン Z を2体蘇生前提で基本エネ主体のルギアが組めるってこと。はい、そう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 。ああ、鉄のドクロ。一応ギルガルドですね。あ、ギルガルドでも俺いいわ。ギルディングガルディング。ハガネポケモン好きだから。じゃなんか SR、 あ、呪いの畑。はい。効果知らない人の気がしてる。いや、知ってるけどなんか特にね、効果した上で何も言うことがないんだよ。ああ、ダメ？気絶したらそう、うん、あの、乱反弱いパオちゃん出ました。ラースブレーでしょ。よく技してますね。まあでも、これってなんか1エネでなんかエネ加速できるから、まあ、まず適当に入れといてもいいけどな、ギリギリいやでも絶対なんか、あ、よそすらの島田大地がなんか新しいスタートの時500円改造とかあったら絶対入れるよ、これ。とりあえず、あ、まあそれは入れそうですね、うん、まだ SR 出てないですね。確かに、SR 以上。これどっちだ、これ照らすだろ。あ、ストリ、トータイプのストリンダー。トータイプのストリンダーとかいないっすけどね、ゲームにも。使ってるやついない。あ、いないね。どこから掘ってきたこれ。あ、確かにゲーム内で登場するかって言ったらなんか見覚えないな。いないけどな、そんな。え、使ってる野生はいる。まだ出てないっす。出てないっす。もうあと4パックぐらいしかないもん。お、違う。これも違うわ。え、それもこれでもない。お、じゃあこれですね。これでもない。鉄の神戸でしょ。あ、このイラスト俺好きない。かわいい。あ、どうぞ。SR 確定。ちょちょい、あの動画撮ってるんで入ってなかったらあのボックス送り返して話しいやでももうなんか大昔の確定の表記がないから文句言えないんだよ。まだなんか入ってそうだけど。あ、入ってるじゃん。いや、ポケモンならこれ絶対ポケモンだよ。あ、この口はね、終わってます。終わってる。終わってます。雰囲気。誰？ギルガルド EX。はい。まあ、はい。こっちも嬉しいな。鉄の包みのアートレアの。強いこれ。うん。いや、全然使えなくない。あ、うん、悪くない悪くない、うん、いいより全然。はいはい、終わりました。締めください。締めないっす。締めないっす。締めし、あんこも、へぇ、星野さん締めます。じゃあ、いや、マジでめちゃ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 